続いては江川さゆりキャスターです。おはようございます。この後時刻8時からはサンシャインのお時間です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。あれ、サンさん美容院行きました？あ、そうなんですよ。そうですよね。行きました。ちょっと色変わったなと思って、あれと思って明るくなっちゃうので。わかります、すぐ抜けますよね。そうなんです。なので一旦抑えたんですけど、うんうん、ちょっと明るくハイライト入れてるので、はいはい、またなってくる。すぐ、ね、抜けちゃうんですよね。そうなんですよね、はい、さあそして先日サンヤンさんとはアイリンさんも含めてご飯をね一緒に行って、スタミナつけるべくお肉をね食べに行ったんですけれど。そうなんですよ。そう、サンヤンさん食べに行ったお肉名前は覚えてます？イベリコ豚食べた。イベリコ豚食べました食べたんですけど、ね、フレスコなんだっけ、シュプーラコ、プシューラコなんだっけな。ね、そう、絶対次聞こうって言ってたんですよ。そうなんですよ。なんだっけ、シュラスコです。そうそうそう、そうなんです。思い出せない、ね、この前もなんか動画でそのなんか食べに行きましたなんて撮ってた時にサンヤさんがフラスコって言い出して実験かよって、ね、実験器具じゃんってなって。あれ難しいですね、なんか頭に入ってこない。でもありますよね、どうしても頭に入ってこないワードって。そうなんですよね。フラスコ、そう、美味しかったんですけど、途中で食べるパインが美味しすぎて、すごいパインばっかり。そうですよね。食べてた。やっぱりね、こうスタミナつけてね、うん、果物食べたりっていうのも大事だと思うんですよ。はい、さっきリポートでこのバーベキュー、はい、来てましたっていうのすごいテンションね、高い声聞こえてきて、ちょっと原稿書いてたんですけど、間違えてバーベキューって全然関係ない。私の声が聞こえて。いやでもそれくらいね、やっぱりお肉食べたり、うん、なんかこうね、食べてこうスタミナつけていかないとこの暑さは乗り切れないですよね。そうですね、こうね、夏バテとかってねならないように、こう、ね、栄養をつけて元気に過ごしていただきたいです。はい、さあではこの後サンヤさんよろしくお願いします。はい、お願いいたします。あ、リポート見るの忘れちゃった。最後に見ましょう、こちらです。はい。すごい話盛り上がって忘れちゃった。